はい、おはようございます。ただいま鞍馬寺に来てます。これからですね、私が一人でこっちから貴船神社に向かって修行ということで、F さんはですね、貴船神社から登ってくるという感じで行きたいと思います。ちょっと全然どういうとこか分かんないんですけど、とりあえず進んでいきたいと思います。一気に上まで駆け上れって言われたんですよね。だから配信が乱れるかもしれないですけど、そこはご了承ください。よいしょ。散歩はいい時間。ちょっと待ちよう。はい、アイザンチをお願いしております。500円で、なんかありがとうございます。私の飯寄りになります。200円なお願いしますね。ありがとうございます。建物の中お帰りの時だけなんで、マスクをお願いしますね。よろしくお願いします。足元のちょっと下りが滑りやすくなってますので、お気をつけてお参りください。ありがとうございます。700円なお願いしますね。飲まます。はい、ありがとうございます。ちゃんとね、ちょっと左が滑りやすくなっておりますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、すごい記念のしおりをゲットしました。記念のしおり。じゃあこれからですね、これをひたすら登り続けて、とりあえず頂上まで下向かいたいと思います。よいしょ。あ、トイレ行きたいな。まあ、いっか。よいしょ。おお、鞍馬は博物館本殿まで歩いて20〜30分。深呼吸してゆっくりお泳ぎになってくださいって書いてますけどね、このまま突き進むしかないってこと。どこ行くんだ。よいしょ。魔王、あ、じゃあこっち行ってみよう。階段を、すげえ空気が綺麗ですね。下、よし、よいしょ。本殿に向かって今登ってます。よいしょ。
よいしょ、バイバイ。よいしょ、よいしょ、あ、ここで合流するわけですね。人がいないんでほぼ貸し切り状態です。吉木神社ってもんですかね。おお、かっこいい。ちょっと見てみましょう。すげえでかい木がありますけど、ご神木。はいじゃあ、はいじゃあ、すごい。一人だとこれ走りながら、おお、すごいですね。願掛け杉、願っときましょう。じゃあ先に進まないと、この後ちょっとやることがあるんで、どんどん先に進んでいきます。うわうわ、蜘蛛の巣が。よいしょ、水の音が聞こえて、まさに大自然って感じですね。原田さんはこの京都に住み着いてどうなっちゃうんですかね。よいしょ、皆さんに自然の音を聞かせながら聞いてもらってリフレッシュしてもらうと嬉しいですね。よいしょ、よいしょ、本殿までつい消えそう。おう、ここに出てくんだ。マスクしながらだときついですね。おう、どこがルートなのかわからない。お、義経が供養されたところらしいです。これは拝んでおきましょう、しっかり。義経パワーを。牛若丸パワーですね。よいしょ。義経はあれですかね、頼朝の前、僕はあまり歴史詳しくないんですけど、その辺を教えてもらえると嬉しいですね。すげえ川、自然がいっぱいですね。愛と光と力の像。とにかく頂上を目指して、あっち、よいしょ。これ前回登ったんですかね。すごいなこれ。よし、よし、
ピュン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 進んでいきましょう。ちょっと見苦しい配信になってますがご了承ください。あ、人がいる。トレイルランってやつですね、もはや。工事中、工事現場みたいになってます。なんかあったんですかね。こんなところにどうやって持ってくるの、すげえな。まだまだ上に登っていきます。よいしょ。わ、土砂崩れみたいになってますね。すげえ自然の猛威が。あ、通りやすくなってる。よいしょ。じゃあ行きましょう。よいしょ。ふう、北進んでいきます。GoPro とかあればいいんですけどね。完全にデジタルでいってます。喋りながらきつい。おー、なんだこれ。あ、こっち？あっちなんだろう。まあ、いっか。邪魔します。お、舗装されてますね。じゃあ階段行っちゃいましょう。お、やばい。第一村人。あれ抜かないといけないです。よいしょ、よいしょ、あっち、いや、いや、川の音がだいぶ小さくなりました。さらにこっちに登ってきます。よいしょ。あっち、ちょっと思ったよりもしんどいですね。なかなか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おー、山、自然が。汗が半端ない。今本殿に向け上昇中です。熱い。ぴょんぴょん行きたいとこだったんですけど、なかなかきついですね。まったり配信になってる。よし、よいよ、はい。ん？なんだ？あ、ケーブルカーじゃないんでこっちですね。
っと雨降ってきましたね。本殿岐阜根奥の院、こちら行きましょう。よいしょ。めっちゃ景色いいですね。晴れてれば最高でした。よいしょよいしょ、登っていきましょう。もう呼吸音しかしてない気がします。よいしょ、着きました。すげーいいとこ。リアルハーハー配信になってます。本殿着きました。お、休憩所もあります。ちょっとお賽銭していきますね。
あ、放置してしまいました。おみくじ引いてきました。半吉、ちょっと中途半端な感じですけど、ちょっと後で読みたいと思います。暑い。ここから奥の院の参道に向けて北上陸していきます。800m、 貴船は奥の院より 600m。 うわ、リアル奥の院みたいな。